ここが玉座、今では定例会議の会場として使用しています。へえ、立派なものだな。先に謝罪します。おそらく高確率でパト様に無礼をすると思います。その時はどうかお怒りを鎮めていただけたら。ああ、わかった。面倒くさい奴がいるんだな。穏便にって思ったのに、弱いからお前の意見は聞かないとか言われたら善とかなんだぞ、まったく。あら、アリシア、その方は誰？重罪まで犯して、こんな大変な時に何をやってるの？誰か知らないけどここは男禁制、戦場とはいえ、主が存在する領土、出て行ってもらえますか？なんだこのバカでかいオーラよ、オーラ感知が一気にバグってめまいがする？ソルテ、その方はパト様、見た目も力もオーラ質も違いますが間違いありません。証拠は専属神経薬、これは主以外では反応しない、それが今反応しているのが証拠です。嘘、これがあの主様、バカな。あとソルテ、申し訳ないのですが、オーラを下げてもらえますか？一害も出しているとパト様は耐えきれません。たったの一害ですよ、そんなバカな。一害、それってどのくらいの単位だ、わからない、というか想像もできない。はぁ、あ、何バカなこと言っているの、アリシア。こんな大事な時に雑魚に気を使っている暇なんてない。あなたもバカな真似したわね。罪を犯してまで連れてきたのがこの戦場で一切役に立たないゴミ。とうとうこの戦場を捨ててゴミ処理場にでも使うつもりかしら。師匠さんは。弱さは大罪、わかる。弱いだけで世の中のゴミなの。弱いくせに権力を持ち、弱いくせに有限の資材を使う。もったいないと思わない？ガン様、オーラを抑えてください。パト様が苦しみます。わざと出してんのよ。私たちのオーラも耐えれないクズがこの場に立つな。邪魔だからエラーの餌にでもなって消えろ。子守するほど暇じゃないのよ。ガン様、警告です。私の主様を侮辱する行為は誰であろうと許しません。オーラを下げろと言っている。さっさと下げろ。へえ、ずっとニコニコしてるだけかと思ったらいい顔できるじゃない。ただ相手を見てものを言えアリシア、お前が私を止められるとでも。あなたもあまり大きい態度を取らない方がいい。所詮は守ることに特化した信王、有限である以上、無限の私にいつか屈する。千年でも一万年でも私と永遠と戦いますか。落ち着いてアリシア、あなたもオーラを出したから主様気を失ったわ。主様の件は賛成派、反対派がいる。その上で活動しましょう。私は当然反対派、みんなが今も戦場で戦っている時に逆ってんじゃないわよ、エルフが。お前の罪、それも許したわけではない、身の程をわきまえろ、アリシア。あーちゃん抑えて、らしくない、確かにあの態度は無礼そのものだったけど。ソルテ、あなたは賛成派、反対派。まだわからない、でも有益と証明できないのであれば。そうですね、では本日は解散でお願いします。今日パト様と再度話した上で気象として明日の計画を話し合います。ソルテ、本日はロートに進捗を確認したいので、森林地区に向かいます。私はいつも通り、海エリア、トールは大地エリア、ラル様は空エリアです。何かあったら即連絡を。はい、ありがとうございます。それでは。まずい、このタイミングで仲間割れ、まだラル様が焼けになって放棄しなくてよかった。あの人一人でこの帝国全体の空気清浄を行っている。それがなければ今頃エラーウイルスにまみれた汚染空間だった。頼むわよ、主様が無益と判断してしまったらとうとうあーちゃんが孤立する。司令塔を失ったらもうおしまい、帝国と私たちは終わり。はぁ、どうしよう。私は間違っていない、そもそもラルはやっていることは正しいのに態度が横暴すぎる。ただ現状ラルのおかげで帝国が保っている、それは間違いない。ただソルテの言ってることも間違いではない。有益と判断できなければ反対するしかない。それはそう、でも私はパト様を信じている。普段の私なら、根拠のない信頼は有益ではない。妄言であり、実績こそが全てである。そう説いていた、感情論なのは私か。まあ、想定内だな。俺弱いし。パト様。ラルもソルテもいい子じゃん。自分よりも国のことを考えている。俺が雑魚でゴミなのは事実だ。まあ言い過ぎなのは認めるけど、まず判断するところはそこじゃない。ソルテという子は優しいんだな。結果を待ってくれている。それで十分、反対派を黙らせるためには結果、その結果を出すためのチャンスを一度でも与えてくれるならどうにでもなる。パト様、あの状態でも話を聞いていたんですね。ああ、一度きりのチャンスだからな。会話を逃すなんて真似はできないだろ。ロートのところに行くんだろ、行こう。大事なのは結果。いやいや助かった。チャンスも与えてくれない状況だったらお手上げだった。パト様はなぜ、あそこまで言われてもなお立ち上がれるのですか。あそこまで、いやいやあそこまで言われるのは当然だからだよ。けなしでもなんでもない事実だ。事実に怒ったり拗ねたりしてても時間の無駄だろ。事実を受け止め、問題にぶつかる、そして解決したらみんな認める。うまくいく保証はない。だけどやらないと成功はない。俺は地球でそう学んだ。すべてうまくいくなんてそんなことありえないんだからさ。これがパト様の成長。確
確かに力は落ちた。貫禄もない。ですが、この精神的安定感、どれだけ挫折してもすぐに立ち直り、どれだけ劣悪で悪環境でも折れない不屈の精神力、内面的強さが以前とは比べ物にならない成長。私アリシア、パト様についていきます。いや、道案内して、俺全然地理わかんないから。とりあえず状況確認と敵の生態情報とか特徴、あとはそうだな、こっちが優勢なら一度技のバリエーションを出させて情報を出しておくことだな。あとは毎回同じ手で倒すんじゃなくて、いろんな属性の技で倒して弱点を探るとかな。火に弱い、水に弱いとかだな。あとは感染している無機物と感染していない無機物の違い、性質が分かればそれらを中和して無効化、浄化できる術を探す。そうすれば感染リスクはもっと下がる。ラルは今の浄化をどうやってやってるんだ。能力ですね。常時発動させて浄化を行っています。それじゃダメだ、ラルの負担が大きい。せっかくの最高戦力がアシストに回ってるなんて握手もいいところだ。ラルにこそ前線でエラーの研究をしてもらわないとダメだ。今のところ唯一浄化に成功しているんだからな。最終的には汚染問題をラル抜きでクリアさせること。そしたら無機物汚染にも着手できる。根本を一度立てばさらに根深いところに存在する原因を究明できる。この汚染浄化は広範囲に一瞬で、そこから漏れ出ている源泉を見つけて元凶撃破、それで感染リスクは下がると思うんだ。すごいですね、敵の情報をそこまで求めるのですね。俺たちは弱いんだ、強敵なんて腐るほどいる。だからこそ相手の情報は大事なんだ。もちろん相手もこっちの情報を求めてくるからバレないようにする。そういう情報戦がこっちでは当たり前なんだ。アリシアたちにはないのか？ないわけではありませんか。あまり意味をなしません。大体はその場ですぐわかるので。目に見える情報と気配で感じる情報か。でも本当に隠したい情報は誰にでもあるし、入念に隠してるものだろ。しかもそれがそいつの生命線ともなれば、自分の命がかかっているんだ。異常と思えるほど厳重に隠す。そう思わないか？なるほど、確かにそうですね。まったエラーだ。なんだあいつ。まずい、逃げてください。あいつは中級か。何が起こった？パト様、こいつは中級、ケチャブだぞ。個体値だけで言えば一番強い。私の攻撃も止まる。僕ならミネラーが何も、マダコンならメモン、マダコンから何もなれない。生まれる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 マダコンマダコンマダコン。どうする、パト様は重傷。エラーから受けた傷はたやすく治らない。早くしないと。アリシア様、ここは我にお任せを。さて、今日も遊ぼうかクロスケ。パト様ってお心が広いですよね。ラルのあの言葉にイライラしないなんて。暴言は言われ慣れてるんだよ。え？私は悲しいです。他の女と次から次へと関係を作る盛った猿がパートナーで、今も他のメスの匂いをプンプンつけてよくもまあ平気な顔で歩けると感心するわ。あの、ごめんなさい。喋らないでくれる。一体今日は誰とチューしたのかしらね。何、愛してるのバーゲンでも始まった。あらやだお買い得。この際買っちゃおっかな。あー情けない、何度言っても理解できないなんて。ねえ、何回言えばわかる。1回、2回、3回も言わないと理解できないの。センスないですね。さっさと買って、寝転んで休むつもりなら足いりませんよね。骨折りましょうか。無理やり泣かされて哀れに床に伏している主様よ。恋人に罵られ罵倒されて私は見ていてすごく気分がいい。さあ、さっさと立ってもう一度メリアにボコボコにされに行くのだ。安心しろ、録画して私のコレクションとしてミガドルエデンで保管していてやる。狩猟が一番の娯楽だな。狩猟になると主とか関係なしに人権失って暴言暴力の嵐だったからな。よく骨折られたし。痛みで伏してても容赦なくメリアは顔面蹴ってきたし、あばら折れても大丈夫な骨折を知れ、刺されても臓器を損傷させない感覚をつかめ、とかめちゃくちゃ言ってきたし、まあ。それに比べたらあれくらい威勢のいい挨拶だよ。全然平気。すごく苦労してきたんですね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も。
お楽しみに。